スーッと前に上がっていきます。5番の岡本を抑え込んでいこうというところ、バックストレッチに入っていきました。誘導員をかわす3番の三木、5番の岡本も内から踏んで、5番の岡本が先頭に立ちました。後方からは7番の斉藤上がってくる。斉藤、2番の武井、そして9番の吉武と3人ができるような形になって、4番手に下がった5番の岡本です。残りが1周、7番の斉藤がペースを上げる。2番手は2番の武井、3番手がっちりキープ、9番の吉武です。その後ろ5番の岡本がいます。さらには6番の広瀬。後方からは1番の新山のまくりがやってきて、バックストレッチ。1番の新山が中段あたりまで上がってきているが、まだ前とは距離がある。7番の斉藤が先頭、2番手余裕があるが、2番の武井、4コーナーから直線。2番の武井が抜け出そうというところ、外から1番の新山突き抜けた。